あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日は目やにについてお話しします。結構朝がすごく目やにがひどいんですなど、目やにの相談ってやっぱり眼科なので多いんですけれども、注意しなくてはいけない目やにについてお話しします。まずは、朝はですね、実は目が一番こう乾いている時間帯、こうずっと夜の間目を閉じていると涙が乾いていくので、ちょっと目やにっぽくなる方も多いかなと思うんですけれども、目が開きにくいほど目やにが出ているというのはやっぱりおかしいので、そこは眼科でちゃんと治療するっていうのが一番ポイントです。朝目やにがついて目が開きにくいっていう時にですね、バッとこう無理して目を開けると、それこそ黒目をビリッとして傷つけてしまう方がいらっしゃるので、そういうふうに無理やり目を開けるってことはお勧めしません。ですから、何か市販薬でもいいので、お家にもし目薬があったら、そろーっとこう目薬を入れて、でそろーっと目を開けて、そーっと目やにを取るようにしてください。でその目やにの色をちょっと注目してみてください。もし白っぽい目やにだったら、大体はアレルギー性の結膜炎のことが多いですね。あとは急に充血してドロドロの白っぽい目やに、透明っぽい目やにだったら、ウイルス性の結膜炎の可能性があります。ウイルス性の結膜炎は人にやっぱりどんどん移りますので、そのうつるっていう対策のためにも、もし目やにが出たらポイって捨てられるもので捨ててください。ハンカチとかで拭わないようにしてください。で、あともう一つ、色がついた目やに、例えば黄色いとか緑っぽいとか、色がついてしまった目やにに関しては、それは細菌性の結膜炎が疑われます。で、細菌っていうのはこういう、結膜の目の中ですね、常在菌といって結構いるんですよね、いつも。だけども、自分の免疫力が高ければやっつけられてしまう。ただやっつけられない、免疫力が下がっている時はすごく目やにが出てるっていうことがありますので、例えば、1日以上、2日ずっと続くとか、そういう目やにが毎日ひどいっていうことがあったら、ぜひ眼科医の方に相談に行ってください。細菌性の結膜炎の場合は映らないんですけれども、ご自身でこれは映るのか映らないのか結構判断が難しいと思いますので、もう映る前提として、目やにはハンカチなどで拭わずに、いわゆるティッシュとかで拭ってポイッと捨てて手をよく洗うっていうのはちょっと気をつけておいてくださいね。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。